ところを考えていただくと、やっぱり一人抱え込まないで勇気を出して話していただくとか、もしくはこちらが気づいて話しかけてあげるかっていうところが重要になってくるかなと思いますので、僕はそこのところかなと思います。ありがとうございます。さあそして、島田さんいかがですか。 AKB もたくさんの方にね、本当に元気を与えてこられます、はい、いらっしゃいますけれども、やっぱり AKB とメンバーはすごいものすごく人数がいるので、そしてほとんどのメンバーが SNS をやってるので、やっぱり一人一人がそう発信をしていくと、ファンの方がこうリツイートしてくれて拡散していくっていうことが一番こう人の目に触れやすい、はい、今の現代的にはこう SNS がやっぱ活発しているので、やっぱ SNS をどううまく使うかっていうことで、いろんな方の目に触れる機会があると思うので、やっぱりこう SNS をどううまく使うかことによって、いろんな方の目に触れやすくなると思うので、それをうまく使っていけたらいいなと、ね、皆さんにも協力していただいて、はい、ありがとうございます。お願いします。じゃあ最後、マイケル正樹さん、あのライブとかもね、いろいろされてますけど、そんなところでのこういう支援の発信もいいですよね。はい、そうですね、もちろんあのこういったイベントがやっぱりすごく大事な、あのなんていうか、インスピレーションというかですね、はい、この、まあ、難病っていうこの言葉がですね、頭にこう残って、でこれから過ごしていく中で、まあ、いろんなあのアンテナが、ね、晴れますから、そこでピッと、察知できますし、そうですね、まあ、あと SNS ももちろんそうですし、まあ、直接の対話、こういうことがあったよとか、家族の方や友達の方に、そうですね、伝えていくと、まあ、それも強いね、つながっていきますね、啓発になれると思いますので、はい、ありがとうございます。いや本当イベントも本当力大きいですね、理事長。いや本当に ね。さあここで皆さん、駆けつけてくださいました、もう一人のゲスト、ふなっしーさん、どうぞステージ。みんな待ってましたよ、すごい。ふなっしーさん、ありがとうございます。いやよかった、待ってました、すごいですね。どうぞ真ん中まで、ふなっしーさんどうぞ。いやもうお会いできて光栄です、ありがとうございます。船橋のキャラクター、ふなっしーさん、出た、すごい、素晴らしい。いやふなっしーさんはね、あのお話、あの理事長聞いてください、お願いします。真ん中でいいんですよ、はい、もう待ってましたから、ふなっしーさん、理事長どうぞ、ふなっしーさんとちょっと会話していただいて、今日はありがとうございます、本当に難病支援、あのはい。マイクね、マイクを、そうですね、はい、ふなっしー大丈夫です、マイクを持てますか、ふなっしー持つことできますか、マイクを1本じゃ持たせてあげていただいて、入れろと言って、どこ、そうあ、なるほど、ふなっしーさんはいろいろなあのね、あ聞こえました、よかった、こんにちは、お待たせしました、来てそうそう、いやすごい、なんかあのしっかりしたお話をされてるので会場を間違えたかなと思ったらしい、大丈夫、ここ合ってる、合ってます、待ってました。ふなっしーも今日はもう難病支援チャリティーということで、はい、来ていただいてありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます、嬉しい。皆さんね、お待たせしました、もうこれだけの方がふなっしー集まってくださって、ふなっしーが天気も良くて良かったです、本当にそう。かわいいという声がね、ものすごいひねれますね、それね、すごいですね、わあもう素晴らしい。ふなっしーさんいつも元気じゃないですか、はい、そうなしな、元気の秘訣は何なんですか。あのね、何も気にしないことだって一番大事でしょ、あと無理をしない、
そうですね、うん、無理をしない気にしない、うん、で理事長何か聞きたいことないですか。まさしくその通りだと思ってますよ。でも本当にこういうねふなっしーさんみたいな方に来ていただけて本当に光栄です。そしてふなっしーさんも日頃からこういう難病支援とか支援をされているみたいなことをお聞きしているんですけれども、はい、はい、日頃もやっぱりそういうこういう活動とかには参加されたりとかされてますか。そうですね、うん、あ、そうなしなですかって言われたら何かやったっけなって今思ってあんまり考えれないですもんね。はい、まあね、何かあった時にはいつも手助けできるようにしてますらしいありがとうございます。真面目なふなっしーさんの一面が珍しく垣間見れたんじゃないですか、ね、真面目な声確かに、ね、何かができるということが本当に私たちこう力を合わせてやってることなのでありがとうございます。ありがとうございます。もう存在そのものが皆さんのねやっぱエネルギーになってるってすごいですもんね。はい、ありがとうございます。じゃあ理事長いろいろ皆さんにコメントいただいたんですけれども、ふなっしーも一緒にですね、はい、ちょっとここで皆さんちょっと寒くないですか、ちょっと体動かしませんかということでですね、この後はキャラクターのステージでつまりもう、はい、ふなっしーも出るのかな、どうでしょうかね。なんかね、審判をさせていただくということで、審判をされるということなんですね。はい、ありがとうございます。でもうすぐ、12時半ぐらいからですけれどもキャラクターステージの方で綱引きがあるんですが、その前に準備運動が危ないんじゃないかなということで、準備運動の方をしたいと思うんですが、何でも、土屋さんですよね。あ、確かそうでしたね。土屋さんがですね、GCB47 の曲に合わせた準備運動があると聞いているんですが、どうなんですか？どうなんですか？ちょっとその辺の段取りが、大丈夫でしょうか？ここで準備運動しても OK ですか？